古マ鎌跡群は、静岡県西部、浜名湖西岸の古西地域を中心に分布する古墳時代後半から奈良時代にかけての末期の鎌跡群、及び中世陶器の鎌跡群である。7世紀から8世紀代に鎌創業の最盛期を迎え、東日本を中心に、末期の一大流通圏を形成した。古マ鎌跡群用のある古西丘陵の一個に使用のフラスコ瓶。 古西カマート群は古西市域の南部に位置し、天白原大地の一角で遠州灘に面した丘陵地帯に主に分布する。分布域は西に隣接する愛知県とヨハシ市域や旧二町域にも及び、その数は千キを数えるとされる。古西丘陵は南側では海食がけが発達し、遠州灘に沿うように急峻な斜面が続くが、北側は 笠子川や坊瀬川、市宮川、古見川などの浜名湖に注ぐ複数の小中河川が、丘陵を著しく解析し、複雑な宿地形を形成している。これらの八斜面と、湧水、産出される良質な粘土を利用して、古墳時代後半に穴蔵用による水液生産が開始された。古代水液用古採用で初めて、水液の調整、生産が開始されたのは、 五世紀末、古西市、吉見の名通り鎌マトとされている。続く六世紀代には、小西市域以外にも、豊橋市や静岡県浜松市、岩田市、袋井市、掛川市などで、地点的小規模な、末木用が出現し、それぞれに、特徴のある、末木を生産したが、六世紀末から七世紀に入る、頃から古歳でのカマ数が増え始め、静岡県内に流通する、 古才産素駅のシェアも増加し、7世紀から8世紀にかけて創業のピークを迎えた。各用では二月や湾のほか、高月は、そう、横瓶、平平、さらに、東海地域の素駅用に、特徴的な丸底のフラスコ瓶などの長径瓶や長首つぼを算出した。これらの製品は、静岡県内をはじめ、関東、 東北地方の太平洋側の遺跡から出土しており、最北端は青森県八戸市に達し、東日本に広く流通した。出土量の多い関東地方では、古墳や横穴墓の変年研究に利用されている。また西日本でも奈良県や大阪府にまで伝播した。古墳や横穴墓の副葬品として、関東地方では丸底のフラスコ瓶が卓越するのに対し、 東北地方では高台を持つ長形便が優位になる傾向が示されている。これらの末期用生産を主導したのは、上市であったと考えられている。中世古斎用、平安時代に入る旧世紀には、他の東海地方の末期用のように、海遊陶器の生産に移行することなく、西隣の豊橋市二川用の出現と入れ替わるように衰退するが、12世紀頃に、 山茶碗などを生産する中世陶器用として復活し、ワンザラ類、壺類のほか、京都府仁な寺園動員の瓦や、東西五輪島の生産などを行った。中世古採用は、厚見半島の厚見用と同時期に出現し、釜構造や生産機種などに多くの類似点を持つことから、共通の基盤のもとに成立したと考えられている。なお、 厚み用と中性古細用製品の態度は、同じ天白原大地の粘土を使用しているため、両用の瞬別が極めて難しく、破片で出土することの多い遠隔消費地の遺跡では、厚み、古細用産とされるか、一括して、厚み用産とされている場合が多いという。その後鎌倉時代の十三世紀には、日常雑器主体の生産にシフトしつつ存続するが、十四世紀初頭には、 廃絶した、旧案二年目当制五輪党、ありがとうございます。